どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染ちゃん TV 始まるよ。はい、ということで今回はですねゲーム実況の方をお届けしていきたいと思います。スイカゲーム、はい、まあ、過去にお届けしたんですけれども、なんと2人プレイができるようになったということで、対戦モードが新しくマジ追加されました。これは楽しみだな。これもうこの単品でね、一人でやるだけでもおもろいのに、はい、ぷよぷよみたいな感じで対戦できるってことでしょ。そうですね、3つモードが。え、そうなの？増えました。へえ、1人プレイ、2人プレイ、その2人プレイの中で、うん、その3つのパターン、あ、なんか協力とかってこともできるの？得点の競い合ったりとか、うん、相手に送りつけたりとか。おお、その5分内でだったかな、5分内でそのなんか戦うみたいな。あ、そうなんだ。へえ。ぐらいモードが増えてます。わ、そうなんだ。じゃあこれをね、今日はね、フッチーと2人でプレイしていきたいと思います。はい、うわ、楽しみだな。でもフッチーも、おい、ガチになんなよ。で、たかがゲームだからこんなのは。いや、逆にガチに。俺はもう大人だからそういうことしないよ。フッチーより年上だしさ。ちょっとね、負けた方が罰ゲームってのはちょっと我々罰ゲーム溜まってるから、ちょっと一旦、そうですね、一旦普通にやってみよう。オッケーオッケー。声大丈夫ですか？声は大丈夫よ、全然。オッケー、じゃあやっていきますか。はい、はい、じゃあレッツプレイ。これはオリジナル？そうですね、オリジナルでまず戦います。はいはい、スコアが高い方で。スピードじゃないってことね。そうです。オッケー。オッケーオッケー。こんなん二人プレイできる時が来るとはな。え？確かに。まずはいいよ。まずは。こっち早くない？そうですか。うん。全然ガチになってないですよ。でまあ。ガチじゃないとはいえ負けたくもないよね。それはそう、うん、それはそう。あー、ちょっと間違えたな。あは、なるほど。あー、ちょっと間違えたな俺。こっちいい感じ？はい。マジかよ。桃まで行きました。え、桃できた？すごくない？でももう、つめさんもすぐじゃないですか。俺も桃できた。俺、そしてフッチより散らかってない、俺。めっちゃ整理できてる。綺麗です。うん。まあ、でもちょっとな、こっからだよな。あ、やべ。やべー、ミスったー。えぐいミスり方したな。これがどうなるかだよな。あーちょっとえぐいミスしたな。まあまあいいでしょう。やってもうたー。順調ですよ。フッチパイナップルできてるじゃん。マジ？え、やば。フッチ全然ゆっくりやってます。マジかよ。はい、え、フッチすげえな。あー違ったなー。あー、桃が分かれちゃいましたね。あー、桃分かれちゃった。これ出会えないもんな、この分かれちゃったらな、こんな。いや、梨も分かれてもうた。いや、良くないな、これ。あ、全然良くないな。
ーよくわからんことになってもうたな。これはもうパイナップルできた。いやよくないな。でもこれえフッチメロンできてるじゃん。マジ？いやマジかフッチ。追加ができちゃうかもしれない。すごいなフッチマジで。あーなんかちょっと程遠いわ俺。でも全然まだいけるじゃないですか。なんかね俺やってみて思った。このゲーム多分俺才能ない。マジっすか。うん、そんなそんな多分ダメだわ。ほらもう上がれちゃったよ。なんかね、いまいちね、はい、いや、 やればやるほど上手くなるじゃん、物事って。はい、これに関してはね、多分才能ないっすわ、俺。そんなダメなんだよね。自分も分断されてきました。うん、ぶつかるよ。マジかよ。行けよ。くそー。これはやばいな。これしんどいぞ。いやこれはしんどいぞ。あーこれはしんどいぞ。しんどいぞ。もうこっちもだいぶしんどくなってきました。ほんと？あーこれもうカキ来ないとしんどいぞ。あーなんだその動き。あーこれもしんどいぞ俺。起死回生なる。なる。ならん。あーなる。これどうなる。あー微妙ー。微妙いな。あー微妙いなこれ。ちょっとあーもう結構やばいっすね。桃4つあるもん俺。確かに困れてる。全然良くないわ。あー終わった。すごい。じゃあまあこれはウォーミングアップということで、はい、もう一回行きますか。ソメちゃん TV タイムリミット、ここ多分5分の勝負じゃないですか。なるほど。これで制限時間5分台に、うん、あとあの虹色のメーターがあるじゃないですか、うん、あれが確かなくなると、うん、勝手に落ちます。あ、マジ？確かそういう説明だった気がします。 OKOK、 こっちのペースでできないってことね。はい、 OKOK。 一回もネクスト見なかったわ。真ん中に一応、うん、あるんですけどね。一回もネクスト見なかったわさっき。それは確かにしんどいです、うん、ネクストみんな縛りしてたわ一人で。
微妙いわ。技術いるね。だいぶ。そうですね。時間が、うん、あと3分半。え、これで得点高かった方の勝ち？だと思います。え、マジ？プチだって俺の2倍ぐらい点差つけてるよ。あれ、勝手に落とされた。多分もう結構バンバン置いてるからじゃないですか。ああ、なるほど。適当に。これスピードだもん。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。そっかそっか、スピードか。これは死ななきゃいいんだと思います。そうだよね。スイカを作るとかじゃねえんだこれも。まあでも作ったら点数が高いって感じ。だってゆっくりやって作れねえのにさ。こんな縛りやったらできねえよ。あーなるほどね。 OK 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 OK。この中で勝手に落とされるのは、うん、嫌です、ね。厄介だよね。イラっとくるよね。これカーキー、カーキー。ああなるほど。え、クッチーマジスイカゲームうまいな。ありがとうございます。うん、ちょっと勝てないわ。今も結構大差つけられてるもんな。うん。でも今ずっと左に、うん、落としてるケース。結構そんなぷよぷよ初心者みたいなことしてんの。結構いい感じにいきますね。おすご。あー勝手に落とされてく。あーでもなんかパイナップルは2個できた。さっきの全然時間ある時よりまあまあうまくいってる。ええー、しょ。ワンピースカードだって残り1分。ワンピースカードだって負けねえのに。くそ。でも結構パス、あーちょ、早い早い、結構パスパスですので。待って、そういうこともあるよね。はい。わ、なんか落ちるの早くなってきてない？ちょっと早くなったよね。あー、終わりました。え、これ俺が耐久すれば勝てんじゃないか。ちょっと待って待って待って。でもスコアじゃない。そうだよね、これ耐久して俺がスコアで伸ばせば、うん、ワンチャンあるよね。あ、なるほどなるほど。めちゃくちゃ早い。やばいやばいやばい、すごい早く落とされる。ちょっと待って、もう俺のあれではない。うわアタック。相手のボックスにクローズ落として邪魔しましょう。ああなるほど。相手のところに落とすの。そうですね、確か5個作ったら、うん、その最後に作ったやつを送れるとかだと。なんでそれ、どういうこと。わかんないまま始まってるけど、これもスピードだじゃん。何何今、なんか何かが起きてる。今上にある状態で、うん、Y を押すと送れるって感じです。デコポン。あ、こうやって、はい、Y 押した今俺。 Y 押したら俺の方にデコポンが。ああ、Y あれ、柿が来ました。あ、ほんとデコポンないだろ。え、あ、ありがとう。めちゃくちゃありがとう。あ、おもろいな、これ。休みの日家でずっとやっててえな。ただただ楽しいもんな。
ありがとう。全部プラスになってる。そう。嬉しい。あ、いいところに牡蠣くれるじゃん。ほら、メロンできた。長い梨がいっぱい。あら。そのパイナップルは嫌だね。いらなかったね。これパイナップルは。なるほどね、これね。あんまちょいちょいアタックしない方がいいかも。そのなんか、うん。助かる時があっちゃうから。ほら今、ほらありがとう。桃ができた。押してないですけどね今。押してないんだ。たまったら行くんじゃないですか。あ、終わりました。やっとが出た。素晴らしい。やったー。これはね、運だったね。まあ、ちょうどいいところに柿とかみかんとか来てくれた。ソメちゃん TV。 はい、ということでスイカゲーム2人プレイ やってきました。おもろかったな。もうこんなんかこう休みの日にさ、誰かん家に集まってさ、ずっとやってたいぐらいおもろいな。こう何でもない時間がさ、こんな平和な時間がさ、ずっと続けばいいなって思わせてくれるゲームだよ。これあれ、酒飲んでやると余計にめちゃくちゃおもろいじゃん。そんなおもろいな。こういうゲームがあって、こういうのでいいんだよね。こういうのでいいんだよ。めちゃくちゃ楽しかったな。なんかね、全然オフじゃないんだけど、久しぶりに友達とオフでゲームしてるような感覚を味わいました。じゃあありがとう。はい、とっても楽しかったです。皆様の方ぜひ2人プレイやってみてください。ということで、ご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。